はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本1位から世界1位に なり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。本物はなかなかね、世にはね人間たちは嫌がって出させないんだけども、シートでね作ったあの人たちはあのガーガー騒いで世に出てるんですけれども、まあ彼らは本物じゃないですね。億万長者も全部ね、長者番付に載ってる人もただ普通の人ですね。あのというのは普通の人間がただやらしててお金も上げてるだけですね。だから技術はあまり持ってませんね。で代表でね、人から教わって技術を言うことはあのしょっちゅうあのしますけどね、頭はあの普通の人間ですね。だから誰でも普通の人でもね選ばれて、じゃあそこについて億万長者やってくれって言うと、ね、周りが全部あの部下になってお金を与えて、やってるだけですね。私以外の億万長者は全部そうですね、あの本物のだから実際は世界一億万長者なんですね。アマゾンさんはやっぱり私のパソコンの発明者で一番なんで、アマゾンさんの代表はね世界億万長者1位になってるでしょ。それからビル・ゲイツとかあと投資家の人ね、あのが3位とかねなってますけど、あのアマゾンさんと僕がパソコンが発明してやったんだから、事実上私の方がアマゾンさんを作ってるわけですね。で、ビル・ゲイツも仕事で家に呼ばれたことありますけど、本物貴族なんで昔行きませんでしたけれども、もう彼よりか僕がマイクロソフトを作ってる方が多いですね。彼は選ばれた代表ですよね。だからみんなからお金もらってるだけですね。事実上は私が創業者でしょうね。アマゾンさんも創業者ですね。一番あの長者番付に一番なってますけど、作ったのは私の方が上ですね。でビル・ゲイツよりかまた上ですね。そんなのは会社ばっかりですね。そんなことで、まあ人間の場合はしょうがないですけども、あんまり2倍ぐらいしか給料の差はありませんから、能力はね。ノーベル賞取ってよってね。2倍ぐらいの能力しかないから。あとバックで助けないと生きていけないわけですよね。大きく動けばね。頂点立ってるだけですね。で、あと代表で周りの情報を聞いてやってるだけだから。だから2倍以上の給料を稼ぐことはできないでしょうね。どんな頑張っても。シードじゃないとね。周りが上げる必要があるわけですね。だから宝くじみたいなもんですから、であと自分の財産を当然守れませんから、周りの人に守ってもらうということが必要なんでね。で、ゲインズの場合は僕みたいに、やっぱりあんまりお金地味に行かないとお金盗まれますから、全部で自分でやっていかないといけないわけですね。で、人間全員が本物の金持ちだと攻めてくるんで、ね、ゲインズ今、徐々に僕は能力でね、気づいているだけなんですね。で、人間はもう敵と全く同じですね。誰一人そうですね、兵隊となって盗んできますから、財産とかね、周りに作ったものとかね。で、どん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 取られてるっては取られないようにしてますから大丈夫なんですけども、人間は一切助けないですね。負の形になりますね。全く得するもんではないですね。だからそこら辺が一般の億万長者と違うわけですね、私と人間たちとね。で、あと本物の貴族だしね。で、普通の人間だったら2倍ぐらいの能力しかないから、どんなに知能が上がっても2倍ぐらいなんですよ。だから半兆ぐらいの、だから普通の給料の2倍ぐらい稼ぐのが精一杯でしょうね、と違いますから私の場合で。
そこら辺がね、で若い時はやっぱ弱いんで、だいぶやられましたね。子供の時はやっぱ子供でね、力弱いんですよね。だんだん大人になっていかないと力が、つかないんで、もう何にも言えない状態ですね。こんなことを言ったらすぐ殺されてましたね、若い時はね。だから、殺されないようになってきて、やっとね、力貯めてきて、こういう実際の話を言えるようになったんだけども、人数多いからね、人間全部敵になってきますからね。そういう中なんで、もう子供の時はもう全然ダメでしたね。で、宇宙全体でも生物でも攻撃来るんでね、とてもとてもそれだけでも歯が立たない状態だったんです、子供の時はね。今も歯が立たないことばっかしなんだけど、もう人間だけじゃなくて、人間よりか知能の高い宇宙生物がやっぱり攻撃来ますからね。見えない攻撃が来て人間を壊すんですよ、またね。だから簡単にはね、本当に息抜きはできないですよね。だからまだ現状そういう状況ですね。いつになったら楽になれるのかなって、じゃあ、健全でね、殺されて楽になるんじゃなくて、ね、生きてて、良くなるのかということが問題ですね。まだまだ先見えないですね。どんどん仕事も多くなるし、ね、YouTuber でも出してて3億円ぐらい年稼げるんだけど、130兆円ぐらい人間たちが使ってね、私のアクセス止めてるんで、まだ、1000人登録者いないでしょ。ね、YouTuber の、稼いでる人よりか僕の方が先輩なんだけど、全然。もう2000本ぐらい、アップリングしてて出してるんだけど、妨害でね。ただ、今回の妨害は130兆円も無駄なお金捨ててるんで、僕の3億円ね、年のお金、ね、もらえないだけで130兆円も捨てて仕事してるんですよ。アクセスしないように人間全員がね。だから、そうやってはプラスになってるんで、